はい、皆さんこんにちは、アンコーです。アンコーのオペラ砲弾萌えよオペラ第131回、今日は2021年の5月28日です。はい、僕は今ね、あの東京上野の、東京文化会館の前におります。はい、それでね、今日はここにスペシャルゲストがいるんですけど、スペシャルゲストちょっとお呼びしましょう。あの僕のね、あの友人で、素晴らしいピアニストである、この方、どうぞ。はい、こんにちは、バセレイキです。はい、バセレイキさんね、もう学び屋の近くのこのね、素晴らしい劇場。そうです ね、 ね、なかなか来る機会は少なくなってるんですけど、はいはいね、久しぶりに楽しんでます。はい、まあここ数回ちょっとこの今、僕たち関わってるこのプロジェクトについていろいろ話をしてきたんですけど、どうですかこれは、小瀬さん。いやー、なかなかね、まあ2本立てになっていて、うん、まあ、それを2人のピアニストでもうその方が効率がいいということで分けて弾いてるんですけどね、うん、もう自分が弾いてる方は本当に必死で弾くしかなくて、もう近くで歌ってる人の声とかももうほとんど聞く余裕がないくらい大変なんですけど、逆にでも担当してない方の作品、あの最近は舞台をあの客席で見ることができてるんですよ、うん、面白いですね。はい、そうですか、いやまあこれをね、今度6月6日にこの東京文化会館で公演されるので、興味のおありの方はぜひご覧いただきたいと思うんですが、まあ、でも残念ながらそこでは、ピアノではなくてもオーケストラ小編成ですけども、大変あの充実したオーケストラによって上演されるの、この小瀬さんとあともう一人の高橋優子さんによるそのバージョンはちょっと僕らしか聞くことができないというのが大変残念ですけどね。素晴らしいですよね。なかなか僕そのピアノ版もなかなかいいなと思うんですけど。そうそうですね、あれをもし本番でやる、大変でしょうけど、でも、何か、ピアノでやることを前提にちょっと そういうバージョンも新しくあったら、ね、ぜひトライしてみたいですね。作曲家も今回いらっしゃいますので、ちょっとお話ししてみましょうか。ぜひお願いします。ぜひぜひ、ということで、でも本当にピアノで弾きたいぐらい美しいんです、まず、なんか複雑すぎず、で弾くのはそんなに簡単ではないんですけど、複雑すぎず、でも何とも言えず本当に、和音というか、素晴らしい響きなんです。それからやはり日本の、ね、能が題材ということで、最初パッパッと見たときにどうなんだろうこれと思っていたんですけど、やっぱり、なんか舞台が出来上がっていくにつれ、あ、とてもなんか日本的なものっていうのを作曲家の感性がキャッチして、ね、あの届けてくれているなという感じを、とてもそうです、ね、いい意味で、そうですね、そういう印象を受けましたね。あのこれはなんかこの日本のものを、日本について日本のことを描いてるわけじゃないんですけれども、そのうまい具合にやっぱりその日本の文化が持ってるいいところっていうのをね、組んでくれて、でそれをこうインターナショナルなユニバーサルなものにしてくれてるって感じしますよね。そうですね、まさにその通りだと思いますね。はい、というわけでもうね、これから夜の子まで小瀬さん、あのこの2曲のうちの羽衣の方を担当していて、これからちょっと大変な大変なあのあれが待ってるというのにちょっとお呼び止めしまして、すいませんでした。とんでもない、ありがとうございます。これからもどうかよろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いいたします。はい、ということで、ですね、もう本当に、まあ、あの集中した結構疲れるんですけども、稽古が毎日行われていますが、大変にあの、まあ、ありがたい話だと思います。充実した稽古でね、ということで、興味のある方はぜひ東京文化会館の主催の、Only the Sound Remains 余韻ですね、カーリエ・サリアホ作曲によるこの、二部構成のオペラ、日本の能、シネマサと羽衣を、ベースにしたエズラ・パウンドの、英訳による、この2曲、2曲を抱き合わせで一つの Only the Sound Remains と、音だけがそこに残るという大変素晴らしい世界、有限の世界、ぜひ、フィンランドの作曲家が作るこの世界ですね、まあ、ヨーロッパからアメリカからいらしたアーティストの皆さんと日本の精鋭たちが集まって、キャストとスタッフと今頑張って作っておりますので、どうか皆さんご期待ください。それでは皆さん良い一日を。